会場に来てるちょっとお客様たちはあの声を出すと準備をしていただけるとありがたいかもしれませんね。さあ、というわけでドラフト始まったようですので見ていきましょう。ブルーチームが、ランページ、そしてレッド側、レッドサイドのチームが、デトネーションフォーカスミーとなっております。ギャングプランク、ルルバン、ここは変わらずですね。変わらずですね。そしてこの後ミスフォーチュンをどうするのかといったところが非常に気になりますね。まあ、お、サイオン、かなり厄介だった、エタボン選手のプレーが厄介だったということですね。今カメラ上ではこうパーズ映ってますけれども、確かにかなり長い時間やり込められましたからね。最後の方では回収はしましたが、あ、そうそうそう、じゃあフィオラを消すよというお互いのやり取りですね。これはトップレーンが、まあ、今のシステム上ですとバンを進行しますから、ちょっと面白いですね。そしてライズ、最後のバンをどうするのかですね。タムケンチが空いていますし、 MF も空いていますね。多分サイオン、こういうそのサイオンをバンっていう、いわゆるあまりバンに触れないターゲットされるチャンピオンっていうのはどういった理由、特にジリアンなんかもうターゲットバンされたりとかあるじゃないですか。こう対策の準備をしてきてないということで試合中でピックされると非常に困ると、ですからバンでとりあえずはゲームから除外していきたいということだと思いますね。対策を準備してないから消してしまうということですね。さあ、ラストバンがライズ、タムケンチからファーストピック、カリスタ、 MF が相手はいるんですが開けて取らせてという形ですね。さあ、その上でアリスターと、レクサイを取ってからの展開。フォーカスミー側はすでに、MF は取れる環境になっていますから、 MF のピックを急がずにフロントラインであるアリスターとレクサイをまず取っていったという形ですね。そしてこれ、はい、MF をもしかしたらランページとしては取らせるためのピックかもしれません。ここで MF 対策といったところを準備しているのかもしれないですね。バックラインに敵入っていくようなチャンピオンをピックしていってエンゲージ構成を狙うかもしれないですね。 MF を取らせる構成、 MF を相手にピックさせて、そして MF はどうしてもウルトラ最中足を止めますよね。そこにバックラインに入っていくチャンピオンが襲いかかるといったところを狙っているかもしれないですね。そしてこのレンガーとリサンドが敵のバックラインに入っていくことが得意なチャンピオンですから、ちょっとこれフォーカスミーとしては MF をピックしづらくはありますね。カリスタのウルトによるエンゲージ、レンガーによるウルトによるエンゲージ、でリサンドラも敵のバックラインに入っていくのが得意なチャンピオンですから、こう足を止めやすいブリンクのないチャンピオンはかなりピックしづらい状況になってますね。さあ、 MF を取れるもんなら取ってみろということ、そういったピックになっていると。ああ、ピックやっぱりできないですかね。逃げ性能に長けたイズリアルを見せてますね。3エンゲージとかでもできますからね。さあ、エズリアルとナーをロックしました。まあ、まだエズリアルはミッドレーンの可能性もありますが、トップレーンがナーということでダメージのバランスを考えるとミッドレーンにマジックダメージ主体のチャンピオンを置きたいということで、まあ、エディキャリーエズリアルである可能性は非常に高いかなという感じがしますね。そしてナーとナーは AOECC、 アリスタも AOECC がありますから AOE ダメージを最後のところのワンピースとしてデトネーションフォーカスミーを合わせてくると思います。その中で厄介であるビクターを取り上げるというドラフトランページ、そうですね。この構成に、デトネーションフォーカスミーがビクターを取ると嫌だから取り上げるととなったドラフトだと思いますね。これでリサンドラがトップ、ミッド、ビクターといった構成にして、まあ3レーン圧力がありますし、なおかつビクターを取り上げることで、フォーカスミーのミッドのチャンピオンの幅を狭めようという判断だと思いますね。さあ、そして最後のピース、
ビクターといえば僕の一緒だとアジヒルで対決するなんていうのもありますけどもね。今回レンガーという飛び込みがバックラインに入ってくるチャンピオンであることを考えるともちろんアジヒルでもいいんですが、ただ守る対象である AD キャリーにイズリアルはブリンクがかなり長けていますから、はい、そこまで守ることに力を注がなくていいのかなということを考えるとよりこうダメージに特化したタイプのチャンピオンの方がディテンションフォーカスミーには合っている気がしますね、はいはいはい、となるとこういったアーリとか、そうですね、アーリは、まあ、単体のダメージもそして AOE のダメージも優れたチャンピオンですからレクサイとのコンビネーションといったところも強力ですね。さあロックしましたね。お互いの狙いの意図が混ざり合いながらのドラフト。さあレバルさん、チームまず一つ通り出揃いました。注目どころありますか？ランページの構成としては3連すべて CC やダメージを持っている構成なので、このレンガーの圧力、特にレベル6以降のレンガーの圧力といったところがかなり強力になっています。ですからこのレンガーがレベル6でどこにガンクするのかといったところがランページの一つ序盤での注目ポイントになると思いますね。一方デトネーションフォーカースミーとしてはこのレクサイはレベル6以前からガンク可能なチャンピオンですから、まず早めにレンガーがレベル6になる前に先手を取ってどこかのレーン一つ有利作っていきたいというふうに考えていると思いますね。このレベル6前にフォーカースミーが一つ試合をコントロールできるかどうかが重要なポイントになりそうですね。さあそのレンガーのレベル6果たしてどのような形で迎えるのか。タッスル、タッスルをただこう邪魔しにかかりたいということは各レーンも上げ下げ、いわゆるラインの駆け引きというのも非常に重要になってきますからね。そのあたりもゲーム見ながら見ていきたいと思いますが、やはりミッドレーンですか？ミッドレーンのところで特にセロ選手を抑えることができればランページとしてはかなり大きいと思います。さらにちょっとボットレーンがイズリアルとアリスターというかなりガンクしづらいコンビなんですよね。ということを考えるとボットにガンクというのはなかなか難しいのかなと。じゃあミッドのところをアーリーにウルトを押せるような行為だけでもガンクだけでもできると非常に大きいので、ミッドとトップを中心に狙っていくと考えられますね。なるほど。それでは行きましょう。エルジェル2016開幕マッチ3ゲーム2、デトネーションフォーカスミー VS、ランページの試合スタートです。今度は入れ替わりまして、ブルーサイドが、ランページ、そして、レッドサイドがデトネーションフォーカスミー、レベル6、そしてミッドとボットレーン、ミッドとトップレーン、ミッドとトップだと思いますね。テイ選手はダメージ期待できますし、パズ選手が使うリサンドラは CC が豊富なのでガンクに合わせる能力も非常に高いですよね。と強気に大きにいきますか。一方でフォーカスミー側ボットレーンはちょっとガンクしに行くのが難しい。なんといってもイズリアルですからガンクをできるような環境を整えるのが難しいと思います。ですからどちらもミッドとトップを一つガンクを狙っていく対象として考えていると思いますね。さあおっと、さあ少し面白い形になってますね。なりそうですね。スタートアイテム、アイテム見ると少し面白いんですけれども、レンガクッキーではないんですね。そうですね、サンダーロードではないということだと思いますね。もしくはバフ延長を取ってるのかもしれないですが、このマスタリのところを確認して見てみたいですね。タッスル一つ何を取っているのかというところですね。さあメロンダラボットレインへ借りました。さらにはゴーレム勝っていない状況からのスタート。さあスワップです。ボットレインのマッチアップでいうとイズレールアリスタの方が不利ですから、それを回避するような形、さらにはリサンドラのガンクを合わせる能力を一つ警戒したということもあるかもしれないですね。ミッド、そしてトップ、この2枚をやられるよりもミッドに集結してほしいといった意図があると。そうですね、さらには、まあ、早めに弾を追ってお金を集めておきたいということもあるかもしれないですね。さあレベル1でいきなり言っているのはダラダラダラ、いやチャームで返した。テイが逆に狙われる、フラッシュで打ち上げられる。さあ2段ジャンプで
持っていくファーストブラッドセロス、レベル1ならフラッシュを選択しますが届かない、ここは届かない。気づけばデデンションおかすみミッドレーン4人互いに狙っていましたね。今のところでミッドに入ったのがダラ選手ただ一人であったことに対してフォーカスミーは2人3人と入ってきたことによって人数差で優位を作り出しましたね。どちらもまずタワーを狙う前にミッドのアドバンテージを取っていきたいというような考え方を持っていましたね。そこする、うわー取れなかった、ここはキャッチが取り切りました。これもただランページどうしますかね。普通であれば今まで見たスワップゲームであればこうお互いが割り切るような形を取りましたけれども、この状況だとどうでしょう。いずれあればこの段階だとあまりダメージ期待できないですし、先ほどのところでフラッシュを落としているということもあるので、まあ、無理はしないようですね。それを考えてランページはトップレーンに人数を送り込んだのかもしれないですね。さあまずはファーストブラッド取っていったのはデテンション、フォーカスミーセロス、そこからスワップゲームの展開です。スタート、テレポートはヨタポンが落としました。パズは残っています。この状況互いにトップレーナーが人数的な不利を背負うような状況でファームしていますね。この展開だとそうですね、このジャングラーとサポートがトップレーナーに対してプレッシャーかけに行って追い出してからタワーを殴るというような状況を作れるとベストですが、なかなかこの時間帯だとタワーダイブというのが難しいので、そういった動きするのはちょっとリスクがあるのかなと。ですからそういった違う動きを狙いそうですね。うん、例えばどういった、例えばやはりこう狙いならミッドのレーナーに対してガンクを仕掛けていく、もしくは敵のジャングルに入っていってワードを置いていくというような動きが求められると思いますね。さあその動き、さあテイはかなり警戒してます。この視界ですね。エターナル前に出ました。チャーム、おー避けている、ギリギリのところでしたね。さあただパズは順調にフォームしていますね。一方のユタポンもフォームは順調そうですか。互いにこうスワップしてはいるもののトップレーンはフォームできていますからね。さあボットレーン、エターナルタワーダイブをするような動き、ヘッドバットに合わせてフラッシュ、それを見てからきっちり打ち上げる。イグナイトは入っているがテレポートを見て即座にバックしている。パズが寄っている。レベル5、ダラはレベル2、前に入ってスリーマンスネアからのフレイフックを狙おうかというシーンですが、ここはブーメランのスローがいい形に入っている。お互いスキルを落としましたがノーデッド。非常に面白いボットレーンの攻防生まれましたね。これでランページとしては仕掛けに対してカウンターリアクションをうまく取れたんですが、キル取れなかったことでテレポートのアドバンテージがパズ選手からユタポン選手にこの後移りそうですね。それがどう影響するかというのも一つ確認したいですね。さらには今の段階ずっとデロス選手がトップでファームできているんですよね。はいはいはい、これがレベルのアドバンテージも考えると一つ大きく影響するのではないかと思いますね。いやただしレベルではメロンの方が上なんですね。レベル6対5レベル5なんですよ。メロン選手も確かにずっとソロでファームしていましたが、ダラがその分かなり落としミッドレーンにレベル1で動きましたから、その差が少し縮まったというふうに言えるかもしれないですね。まだそうですね、タワーを狙うような動きも両チーム特に見せていないですし、面白いですね。スワップでこういったゲーム展開というのはなかなか見ないですね。互いにファームを続けるというようなのは非常に珍しいスワップゲームが見えているなという感じがしますね。このままただこうつなが、続いていった際に一つレベル6をソロレーナー、ナート、そしてリサンドラ、パズとユタポンが迎えるわけですけれども、
さらにはジャングラーもレベル6になった時にどうなるかですよね。特にタッツル選手が使うレンガーのレベル6のガンクというのはかなり強力ですから、そこのところをコントロールできるのかどうかというのがフォーカス目にとって一つ気になる部分であると思いますね。もうなってますね。さあ6レベルミッドレーン、やはりテイが少しへっこんでいるか。キャッチはこの位置、ご覧の位置です。人数的な有利はトップレーンの方ではフォーカス右側に映ってますね。そうする、入った、一気にバースト、テイが1キル拾った、ツルショットバラージュ入ってますが、ここはウルトで隠れている、ステルス状態なので見えません。ユタポンテレポート即座に反応しましたが、1キル持っていたのはランページ。トップの状況、4人集まるのがデゾネーションフォーカス右で、3人集まるのがランページ、1人だけフォーカス右の方が多い状況だったんですが、真っ先にタッスル選手が仕掛けたことによってその人数差といったところを活かせませんでしたね。その判断の速さが今の1キルを生みましたね。しかも青バフを守ったというのはかなり大きいと思いますね。青バフをゲットしたのがテイですね。ああ、取ったのがキャッチでテイがその後テレードと、そういった流れに、入ってきてましたか。これでタッスル選手のガンクの圧力といったところを、まあ、コントロールできずに、生かされてしまったわけですが、フォーカス目どうなりますかね。これでレーンの状況も戻しましたし、よりガンクしやすい状況が生まれてますね。さあ、通常レーン、いわゆる EU スタイルに戻していって、ボット2人、トップ1人、ミッド1人といったレーン状況、やっぱりこの方がガンクしやすいと思いますね。それはなぜ？やはり1対1の状況がまず生まれているので、ジャングラーが介入すれば2対1、そしてレンガーの場合はウルトを使った際に、かなり広い視野を、確保できますから、カウンターガンクがいるかどうかの判断もできるということで、レーナー同士が1対1の状況の方がカウンターガンクの危険性であったり、ガンクの成功率といったところをコントロールしやすいと思いますね。先ほどのスワップ用の形でいびつな形が維持されているとちょっとどこを狙っていいのか非常に難しい、形が続いていたと思いますね。逆に定石の方が分かりやすいと、そういうふうに言えると思いますね。そしてここからタッスル選手がどこにガンクするかですよね。予想ではミッドとトップを中心にというのが予想だったんですが、これ一つセロス面白い動きしました。トップに行くと見せかけるような形ですかね。今のは一つ何か仕掛けとしてはあったわけですよね。多分パズ選手に対して、おっとおっと、おー、射程が視界外からジャーブソロキル、カバーにキャッチを来てましたが、1キル持っていけるんですね、こんなハイレベルの戦いの中でも。これのために先ほどの動きがあったんですかね。いや、先ほどの動きはパズ選手に対してプレッシャーかけるのだったと思うんですよね。ただ先ほどのような動きを見せていたからこそ、トップサイドからの動きをちょっと警戒していなかったということはあるかもしれないですね。いや、ミッドの審査が大きく開き始めましたね。開きましたね、96に対して67。1キル一応テイ選手持ってはいますが、一方でセロ選手2キル持ってますから、 CS に換算すると、まあ、そのまま離れていると大体30から40前後離れているような印象がありますね。さあ、フック、おー、捕まえてる、ダラ、それを見て即座にテレポート、ランタン反応したが、ゼロストナイスブリンクで逃げてはいるが、ここにパズ捕まえた、ランページに生きるゲット。この連携、フックが当たった瞬間にはもうテレポート切っていました。見事ですね。この ゼロスト選手が使うイズリアル、フックするのが難しいからこそボットレーンガンク難しいんじゃないかと思っていたんですが、捕まえ、おー、また捕まえ、またフック、ここはクレンズ使わされた。これがダラです。
いやすごい。さあドラゴンゲット、ランページ一気に逆転ですか。リプレイ来ましたね。これ当たる。うわギリギリのところでしたね。そしてエターナル選手ウルトがまだなかったんですね。はいはいはい。ワンチャンピオンというかワンチャンピオンもないですよね。ギリ本当ほんの少しの差でイズリルに当てたという形でしたね。面白かったのは先ほどのフック当たった瞬間にレブロさんが口が開いてたっていうのが一番面白かった僕の中では。いや口開きますよ。あんなイズリアルを捕まえたらソーラーそのボットレーンのところの予想の展開が一気に変わりましたからね。そうですね。これでランページとしてはボットサイドから組み立てることも一つ可能になったんですよね。なったと言えると思いますね。ただ今回ちょっとパズ選手のテレポートがないのでそこが一つ気にかかるポイントであると思いますね。エタモン選手は一方でテレポートがあるので。あただそこにすぐさまキャッチが行くトゥルショットバラージだからランタンで、あフレイムユタポンまで寄ってきてますね。テレポート使いましたね。すぐさま形を変えてタオを折り切ろうという動き。トップサイドのパーズはテレポートはないですがタワーの交換になるでしょうかね。そうなりそうですね。ただ先ほどのところボットのファーストタワーをランページが折れてないんですね。一方でその間にユタポン選手がトップのファーストを折っているので総合的に見るとキルは取られているもののデフィニションフォーカスにはオブジェクトの点ではトレードでは有利になってますね。おそしてミッドレーン、おおっ仕掛けたところセルスが返した。さらにはテイが捕まる。ランタンはできる乗り切りましたがキャッチ捕まえるユタポンの最後は9。これは今ちょっとカメラ映ってませんでしたがタッスルのウルトラ仕掛けたところですね。そうですね。それをセロス選手がかわしてカウンターでフォーカスミーがいったという形でしたね。そのままセカンド CG セロス 3-0-1。 ワンプレーで2本目ですか。先ほどの試合とは違って一気に展開加速していってますね。いやなんといっても全く先ほどの試合とは違うような決断力を見せてくれてますよね。先ほどのところだとボットのテレポートを使ったエンゲージがちょっと時間がかかっていましたが今回は素早くしてボットのファーストタワーエンゲージできなかったもののタワーを取っていってそしてミッドのところ強引に追いついてカウンターを決めたと非常にフォーカスミーいい試合運びができているなという感じがしますね。さあランページは少し苦しい形になったでしょうか。なんといってもミッドの 1,2 本目がないというのはテイ選手がファームする場所がないですね。味方のジャングルを狩るしかないというふうに言えると思いますね。そしてこの間にリバーより向こう側のワードを視界を失ってしまうんですよね。ということを考えるとちょっとさあエタナル仕掛けたそこにフック。いやただメロンが少しタワーダメージをもらってしまった。ゼロスとウルト入っている。いいダメージが入ってはいますがここからミッドレーンのセロス選手が左右に動き始めると思うんですよね。ミッドのファーストタワーセカンドタワー折れてますからプッシュしてサイドに顔を出すもしくは滝のジャングルに入っていくということをするだけでパズ選手そしてメロン選手ダラ選手この3人が前に出れなくなりますよね。ここからプッシュした後に押し切るもしくはサイドレーンに入るという動きですね。おっとっとっこれはバレているスネアスロー復ただエターナル即座にウルト使いましたね。ただボットレーンに人数をかけているとセロス選手をどう振るのかといった問題が解決しないままですよ。さあそのセロス縦横無尽に走ってますね。フラストエッジでなんとか視界を得て重いスローを与えながらしかし一
気にデトネーションフォーカスミが戦う位置が上がりましたよね、はい、これはやはりミッドレーンで勝っている、そして勝っている状況でタワーが折れたことによってセロス選手のサイドレーンの圧力といったところがかなり効果的に作用しているということが挙げられると思いますね。プッシュした後にトップかボットのジャングルに消えるだけでランページとは下がらざるを得ないような状況が続いてますね。さらにはランページサイドの赤バフの裏に今ピンクワードがあるわけですね。これがかなり大きいんですかね。今ブルートリンケットで置いたと思うんですけれども、かなり大きいと思いますね。ジャングル内の視界のコントロールというところもフォーカスミー側が勝っていますから、その一番フォーカスミーとして怖いのは人数差、負けている状況で仕掛けられてキルを取られることなんですが、こういったワードをディープワードを置いておくことでその危険性をある程度回避できますよね。しかしランページとしては同数では当たりたくないので、人数的な有利な状況を何としても捕まえてピックアップしていきたいですね。そのためにはこのタッスル選手の動きが鍵になってくると思いますね。タッスルが誰を狙うのかですよね。狙いたい、できればセロス選手を狙いたいですが、その上でワンキャッチというのが一つ好条件にはなってきますよ。だからそこを狙いたいが、それをさせないという動きとしてはどういった対策、やっぱりグループアップするとか。そうですね、グループアップすること、単独行動はできるだけ控えることが対策になると思います。さらにはグループアップしながら敵のジャングルに入っていってワードを置くことでタッツー選手の動きを早い段階で察知するというのも重要になってくると思いますね。そうということはタッスルも一人行動でこういった部分ですよね、こういったところ捕まえに行きたい。さあセロスが逆に単独行動のメロンに仕掛けるフラッシュダウンですね。メロンしかし周りの重要なスキルであるウルトがなくなりましたから、エンゲージするチャンスでは一応ありますが、さあどうする。メロンフラッシュはないもののウルトはあります。お互いにトップレーナーテレポートありますね。お互いに準備に入ろうかという段階にもなってますが、ミッドレーンへ圧力をかけるのはランページ。ただやはり周りのウルトがない時間帯はフォーカスミーとしてはちょっと攻めづらいかなという印象ありますね。そう、お互いにやり合います。そうですね、それを確かにランページはそれを見て仕掛けています。さあドラゴンを取れるのか、キャッチが入る入る、スティールはどうなる。ドラゴンは取ったのはランページ、ただしそこからキャッチが1キル拾ってゼロスとか1キル取っている。いやセロスは完全にフリーだが、テイが捕まっている。ユタポンがカメロンから3キルゲットしているのはデトネーションフォーカスミー。ランページは1キルは取りましたが、セロスが常にフリーだ。さあもう一度スネア、前にはブリンクはさせたくはない。ウルトが上がりますよ。セロスのウルト、セロスのウルトが上がった、上がった。ダブルキュー打ち上がって4キルゲット、エース。そのままバロンですか、それともタワーに行きますか。時間はかかった集団戦ですが、エースまで取り切りますか。取り切りましたね。やはりこうテイ選手があまり育っていないということ、そしてメロン選手ハリケーンがまだできていないので AOE ダメージがかけていた、フラッシュも落ちていたといったところが影響しましたね。さあさらフックから仕掛けてランタンウルトで回収してもらって打ち上げる。イグナイトはエターナルを狙いに行く。エターナルはダウン、メロンのキル。タワーは取れませんでしたか。取らせることなくランページ、キャリー陣がいませんでしたからタワシーできませんでしたね。集団戦勝った後でしたから何かしらのオブジェクトが得たいということで無理をしたわけですが、ちょっと無理しすぎましたかね。さあゲーム展開としてもかなり変わりましたが、次の一手ですよね。気になるのはここからはまだやはりフォーカスミーが有利な状況は変わらないと思いますから、先ほどと同じようにフォーカスミーがレーンを押し上げてマップのコントロールを取りながら最終的にじりじりとバロンに圧力をかけていくのではないかというふうに考えられますね。まずはミッドレーンをセロス選手が押す、そしてボットレーンをユタポン選手が押す、そしての残ったトップレーンを3人が押す形になると思いますね。これワンバイワン、ワンチャンスあるぞ。あー、ブルト使わないと逃げれませんか。パズ使わせた形ですね。マレットありますからデフォルトアタックにスロー乗るとはいえ、さらにはストライクゲージもオートアタックのダメージ強化されてますから、さらにはこう Q の回答といったところもスイフト熱ブーツである程度緩和できているといったところもあるかもしれないですね。
りまだ形としては同じですね。ミッドを押してからトップを押し込んでいく、そしてユタボン選手はボットを一人で押し込み続ける。この段階でパズ選手のウタが落ちていますので、圧力をかけるタイミングではありますね。一方ランページとしてはここをまず何とかして耐え忍びたいですね。さあパズウルトが落ちている、ランページはしのぎたい。そしてバロンの視界もやはり苦しい展開にはなっていますね。お互い視界を取れておりますが、さあフロストエッジ、もうミッドを押し込んでトップではなくボットを選択しましたよ。しましたね。ボットレーンのところ、まあ、あらかじめトップにワードを置いてバロンのところしっかり十分取れたと。でまだ時間帯が早いのでバロンはリスクあるということで判断を切り替えたったと思いますね。さあゆっくりと指示すればいいじゃないという形で、ゼロスが少し浮いています。あここは返っていく、キャッチウルト中レンガ入っていくのが達する、この位置です。レンガ、いやウルトは切りましたがエンゲージはしませんでしたか。できませんでしたね。空いたところでエンゲージしてセオス選手はゼロス選手を狙っていきたいんですが、ちょっと集団戦の形うまく作れていませんね。はい、さあそしてミッドレーンキャッチがこの位置、ダラも追いかける。さあブルートリンゲットのワードで気づきました。ユタポン反転ですがうまく入っているパーツのウルトラ、さあこれは1キル取っている。さらにはバロンのライフ1500というシーンですが、ゼロスが1キル取っている。テイがローライフだがメロンが拾った、シャットラン、さあたかなり暴れているのはレンが、パーツが一度前に出るふりをしたがたない。ゼロスとの Q が当たる、メロンがローライフ、メロンがローライフ、シャットラン持っていくのはゼロスと、ユタポンが追撃、 E のブリンクは下がるがこれはパーツギリギリのデッドしない、デッドしない。ゼロストがまたしてもキルを持っていく、4キルゲットしてるんです。デトネーションフォーカスミー、まだ追いますか。いやバロン、スミークバロン狙っているところパズ選手がいいタイミングで入っていて、デトネーションフォーカスミーにとってかなり不利な状況から集団戦始まったんですが、4-3交換ですね。ここですね、ユタポン選手が一応フロントラインとなって抑えていたのが大きかったですね。パズ選手がいいタイミングでバロンをやっているフォーカスミーの前線に入っていったんですが、ちょっとそこから続けることができなかったことでフォーカスをうまく合わせることができなかったですね。かなりフォーカスミーはこのユタポン選手の動きに助けられたというような動き、集団戦だったと思いますね。一人で4人抑え込みましたからね。抑え込んでましたか。さらにはノーデッド最後まで、あれだよ、あの抑え込みがなかったらフォーカスミはかなり悲惨な集団戦の結果を迎えていたと思いますね。一つ救われたと、ランページとしてはワンチャンスだったと、いいタイミングでパズ選手が入っていただけに惜しかったと思いますね。パズ選手の方向から入る選手がもう一人いればまた違っていたというようなギリギリのところだと思います。ドロフックメロン反応、キャッチにフレイ、ブリンクは打ち上げる、止めたがエターナルカバーに入る、そこにタスラ入ってきて1キル取り切った、おさらにフック決まった、ゼロストル決まった。ここはただエターナルボディブロック、パズがダイブになってはいますが 2v5 タワーシャの形、エターナルウルトラかなり、そこに横からセロスメロンジャーム当てる、そこは当てるんだ。ただテイのバーストでキャリー同士の交換、ランタンでの回収を失敗、パズにジャーム、ゼロスが止まりません。そこ当てますか、2-3交換ですかね。あと今のところエターナル選手のフロントラインとしての機能が完璧でしたね。いやでもダラもうまかったですよ。うまかったです、見事なフックだったと思います。そこに続ける形でランページのメンバー狙っていったんですが、エターナル選手がそれを守ろうとしっかりと時間を稼いだんですね。そうタッスル、ここはエターナル、いやダイブしてタワー折り切ってからのセロスどうなるか、いや無理はしすぎたか、ただエターナルデッドすることによって1キルを取り切る、一時交換、インヒビターは守れましたね。おリプレイきますね。ここ人数差作った段階ですよね。ここ見事な判断だったと思います。ここのフックなんですが、エターナル選手ここ CC チームを
人で外してるんですよね。はいはいはい、イズジェルに対する CCG を外したことがこのセロス選手のよりの速さまでつながったというふうに言えると思いますね。ただセロス選手もカリスタに当て、リサンドラに当て、チャームの精度が尋常ではないですね。あの対処してじゃないんですけどね。対処してじゃないですよね。すべてスキルショットです。はあ、すごいプレイヤーですね。さあこれでグローバルゴールド6000ゴールドミッドの、インヒビター前タワーをゲットしているという形。ミッドインヒビターが、オープンなわけですけれども、グローバルゴールド的には5000ゴールド、まあ、もうちょっとで6000ゴールドという段階です。ただこれだけグローバルゴールドの差が離れようとも両チームともやることはあまり変わらないかなと。先ほどのようにランページは人数差ができている状況をしっかりと察知してそこで仕掛けていく一方、ランページとしては数的同数の集団戦で仕掛けていくといったところが鍵になってくると思いますね。先ほどのところよくキャッチ選手を捕まえたんですけどね。確かあれですね、ビルドを見るとタッスルが少し防御的なレンガーなんですよね。エンゲージの一つ手段としてレンガーを使っていると。アサシンのような使い方ではなくて、まあ、集団戦のイニシエーターとしてレンガーを見ているということだと思いますね。最初に当たり相手の視界を確保しながらいけるかどうかの判断をしていると。それがまあ多分ランページにおける彼の役割なんだと思いますね。やはりフォーカスミーとしてはボットレーンをイタポン選手が押しながら残りのレーンをチーム全体で押し上げつつバロン周辺の視界をコントロールしていくという展開が続きそうですね。さあワードになりました。あっとまたユタポンが仕掛けてますか。かなり厚くかけていますからそのままボットのセカンドタワーにローテーションするかもしれないですね。ナーバーサスリサンドラっていうのはもうリサンドラかなり辛い。序盤のレーニング1から6あたりまではある程度戦えるんですが、そこからどん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 ナーのオートアタックの射程が伸びていくのと硬くなっていくということを合わせてどん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 辛くなっていきますね。あでもこの時間帯はかなりパズは辛いと。レーンで勝つのは至難の技だと思いますね。ですから相手勝ちでスキルを使ってウェーブをクリアし続ける以外ないと思いますね。さあやはりバロン狙っています。このバロン注目ポイントになるでしょうか。うわ待っていた、ダラが捕まったがメロンが回収、テレポートエターナルが打ち上げているボックスでなんとかしてエンゲージを回避したい。セロスが前に出ている、裏には入っているのユタポン、3人壁の 2v4 の形。セロスホンダラ捕まえているのはランページ、タッスル捕まえた。さあゾーニャだ、メロンがダメージ出せるか。ただしゼロスが常にフリーだ、ゼロスがフリーだ。そしてキャッチがきっちりボディーブロック、セロスとゼロスが生き残っている。ゼロスともフリー、3キル持っていくのデトネーションオーカスミ。テイは生き残っている、ダラの位置が悪い、テイが捕まった、打ち上げられてフックでカバーしようとしますが、これを少しエターナルミスになりましたか。いやセロス選手がちょっと浮いたところをキャッチ選手見事にカバーしましたね。いやさあそのままインヒビターゲット、一気に有利になったのはデトネーションオーカスミですね。集団戦の形ではちょっといびつだったんですよね。真っ先に捕まえたのがダラ選手だったのでカリスタに回収されてしまってカウンターエンゲージの形を取られてしまいました。でここからタッスル選手がバックラインに入ったことで孤立化されてしまいましたね。ここで分断されてしまいましたよね、はいはい、ただここからこのキャッチ選手がフラッシュインしてまでタッスル選手を打ち上げたプレーが要だったと思いますね。ここでもしゼロ選手にタスル選手が届いていればそこからテイ選手が連動してダメージを出してセロス選手が落とされていたと思いますから、あの打ち上げによってセロス選手が生き残り一気に試合の集団戦の形の流れが変わったというようなプレーだったと思いますね。パズは最初から裏に入ってこうゼロスを狙うような動きでしたけれども、
さらにそれに合わせてタッスル選手もバックラインに入っていましたから、分断する形はランページ取れていて、かなり理想に近い集団戦の形できたと思うんですけどね。さあピンクワードを置いてタッスル見えている、タッスルが見えている、フック当たってるのはユタポン、前に打てるのはバロンを触ってからの動き、タッスルはスネアでうまく逃げる。さあセロス、ウルトを3回使ったチャーム、ランタンまで乗れない、届かない、バロンベイト成功。そしてレンガを使っているタッスル選手ジャングラーを落としましたから、バロンをやるのではないかと思いますが、ちょっとセロス選手の真ん中心配ですか。この状況から一体触りますか、そしてすぐやめる。ミッドのスーパーミニオンが押している状況なので、睨み合いを続けていてもフォーカスミとしては悪くないですね。ただそのままバロンを触ってバロンバフを得てエンドイット狙いそうですね。さあこのバロン取れればデジネーションフォーカスミは非常に有利な展開、そしてランページとしてもこれが取れれば大きいぞ、逆転の要素は一つある。さあチャンスはただ4人打ち上がった、ボックスで打ち落としてはいる、ユタポンが前に出る、そしてキャッチを捕まえてる、メロンが1キル拾った、セロスが奥には入ったか、メロンが売りダメージ出せるか、まだダメージ出せない、ユタポンがここは止める、テイのトラップで止まりはしますが、ゼロストがきっちり持っていく、人数差がやはり大きいか、3キルゲット。そのままユタポン追撃、ブームランが当たれば危ないシーン、エンドイット狙いに来ている動きか、かなり狙ってますね、テイ選手のみですからね、ウェーブクリアがあるのが。さあネクスス前ターレット、ライフが一気に削れる、さあなんとしてもタッスル守りたいが1本、あと1本、ここエターナルたらダウン、ダウン、キルにはなった、テイが守れるのか、守るか、おお、バーストレーザー2キル取った、返した、これかなり無理をしましたから、セロス選手、ゼロス選手が倒されているデスタイムが長いということを考えると、バロンをダンページとしては取れそうですね。ネクサスタワーに2つともおられはしたものの、なんとまだワンチャンスある、まだあると思いますが、ただネクサスがあらわになっていることが気がかりですね。さあ触りに行く、バロンをしたいクロスタエッジ、もう一度。さあ触っているのは分かっている、テレポートも切っている、パズもう一度、ユタポンが寄ってくる、バロンここスティールができるのか、レベル差、ジャングラーのレベル差というのも一つ気になりますが、タッスするのかも、いや、メロンカリッサが言いましたね、あ、帰らせないようにしてますね、帰らせない、リコールをさせないわけよ、ユタポン壁の3人、ダラはただフラッシュで避けている、そキャッチはうまく逃げ回って時間を使うような動き、ユタポンも時間を使わせている。ここでセロス選手とゼロスト選手が復活しましたね。これで今帰らせなかったことによってトップのセカンドタワーが割れましたね。あれが狙いで倒されないように帰らせないことを、まあ、そういうふうな動きをしたんだと思いますね。さらには両プレイヤーともにタンク装備にしているので、まあフォーカスを一瞬に受けることさえなければ助かるだろうというような計算もあったと思いますね。ここからフォーカス B としては、まあ、ドラゴンを取りながらバロンバフの時間をある程度やり過ごすというのが狙いになってくると思いますね。ランページとしてはバロンバフの間にタワーを降りたいわけですけれども、そうですね、できればインヒビタータワーまで降りに行きたいですね。そうするインヒビター、インヒビタータワー、インヒビターまで取らないとちょっと勝ちの目は生まれないかなという感じがしますね。どこを狙いに行きますか、ミッド、ボット、トップ、やっぱり3連あるじゃないですか。ミッド、まずはミッドですね。ミッドのファーストタワー最低限おらないと厳しいと思いますね。ミッドのファーストタワー、そうですね、ボットも1本目が残っている状況ですからね。さあ降りに行きたいのはランページ。このバロンバフを生かせるかどうか、この後の展開非常に重要です。ただすでに半分以上経過していますからね、ちょっと難しそうですね。やっぱり先ほどこう帰らせなかった動きが効いている、効いてますね。あれでちょっと時間を使わされてしまいましたし、その後のレーンの状況のリカバリーにも時間を使ってしまいましたから、ちょっと
かしきれそうにないですね。ただ仕掛けていきます。ミッドにグループアップしてる。でもボットレーンの視界がもうすごいことになってますねすごいことになってますねミニマップ上にこれそのうち全て埋まるんじゃないかというような印が、暗い場所がなくなりそうですね。はい、ああバロンバフ、これは行かせそうにないですか。ランページないですね。時間がかなりかかっています。それほどの差があるということでしょうか。さあミッドレーン、まずはミッドのファースターですね。もう一度行くが、いや殴れない。しかもタワーほぼフルヘルスですか。でバロンバフが終わりましたね。バロンバフ生かすことはできず、こうなった時にレグネーションフォーカスミートとしてはサイドレーンプッシュウェーブを作った上でグループアップしてミッドに圧力をかけるというような形を何度も作り出せば、おのずとネクサスに到達すると思いますね。おのずと まずはトップレーンでユタポン選手がプッシュウェーブを作った上でボットレーンに行きましたね。こういった動きが重要になってくるわけですね。こうですね。そして今はボットサイド、これもウェーブを整える動きですよね。そうですね。おお当てますね。お入ってます。さあ TP だ、入ってくる。パスが誰を狙う。チャームダブルケン、何もさせない。なんという。さあそしてセロスフラッシュ前に出たところ、ウルト見てからゾーンにダメージ、ノーダメージ、チャーム当てていく。セロス、さあこれはたまらずメロン回収、トラップ前につながる。さあチェイスだ、ランページは逃げたい。ダブルキュー、あーっとここはミスったか。フラッシュも何枚も落ちているが、ただしランページこの後守るものがないんです。タワーがない。ユタポンが前になる、メガナになる、壁のテイが捕まった。さあネクサスアローの状態5分4。さあタッチがギリギリまでライフを使い、そしてゼロストがフリー。少し危ないシーンだが、ただゼロストやりすぎた。これはデトネーションオカズミ少し焦っているか。ランページこれは守りそうだぞ。シャットダウンからエターナルもダウン。いや、テイが持っていける。生き残ったのかな。とキャッチのみ。ちょっと焦りましたかね。ネクサス割れず残り5割。これしかもこんなことがあるんですか。あるんですね。今ユタポン選手が見事なエンゲージでテイ選手を捕まえたんですが、そちらの方にフォーカスするのではなく、シシは食らっていないメロン選手の方にフォーカスしてしまって、ちょっととばらけてしまいましたかね。ここからあるのか、ワンタワー、これ折れますよね。折れますね。ただインヒビターが割られたばかりなので、ちょっと押し返すのは難しいかもしれないですね。さらにはトップとボットもプッシュウェーブできている状況なので、一旦はリセットするために帰らなきゃならないと思います。ただ徐々にグローバルゴールドのところの差が埋まってきていることを考えると、装備がそれぞれ整いつつあるというふうになってるわけですから、ランページとしては集団戦戦える時間帯には十分入っているというふうに言えると思いますね。ただ先ほどのパズ選手のエンゲージ狙いは非常に見事だったんですが、セロス選手へのカウンターの行動が完璧でしたからね。そういったところを気をつけなければならないと思いますね。さあここあでもボイオスタップ完成しましたよ。テイ選手これでかなりダメージ出るというふうに言えると思いますね。さらにはドラゴン、そしてバロンが湧きます。ドラゴンを取れば3スタックです。バロンを取って残り20秒というところですけれども、どっちに選択しますかね。まあ、やはりバロンというのは強力なオブジェクトですから、バロンは優先すると思いますね。ただし気になるのはユタポン選手テレポートがないんですよね。パジ選手もテレポートがないといったところで、ちょっと難しさは互いに感じるような睨み合いになると思いますね。もしかしたら
高井のトップレーナーがテレポート回復するまで睨み合いの状況が続くかもしれないですね。さあ睨み合いになるだろうということですが、高井にこうミッドの押し引きでその間にバロンの視界を通ってといったところを繰り返すと思いますが、あったらキャッチが捕まりそうだ、危なかった。いやそしてランページとしてはワンチャンスありましたが、タッスルの E が少しヒットしなかったか。いやこれリコールしなければまずいですよ。あー道を塞いでる、ユタポンが塞いでいます。ブーメラン前に出たいが出れない、テイモ横から、いや前に出れない、ネクサスの道がない、いや裏から強引に当たりに行った。さあそこからパズドルと中心部でいきなりと集団戦に罠っている。ゼロスとセロスとしてメロンともに定位フリーだぞ。キャリー陣は互いに売り、誰のボックスでゼロスと捕まえような動きだが、さあメロンここからダメージ出せるのか。いやどうしようもない、捕まってしまう。2キルずつ持っていってるのはデトネーションコミ、これで OK だ。またチャーム、そしてゾーニャー、ゼロスがトリプルキルでエースゲットしたのはデトネーションフォーカスミー。さあようやく3度目の正直、ネクサスを殴ってマッチ3ゲーム2、勝利したのはデトネーションフォーカスミーとなります。